ASD と ADHD 持ちの高校生、息子の脅迫症が、ここ1年ほどひどくなり、家族の生活に支障が出始めましたと。毎日お風呂6時間、手洗いも頻繁だし、トイレ1時間とかも入っています。通院はここ数年拒否。もともと3年ほど引きこもりで不登校。高校も通えず留年も決まりましたと。精神科の受診が必要だと思いますが、無理やり連れて行くのは物理的にも難しく、人間関係を崩すのもどうかと思って躊躇します。アドバイスをお願いしますと。 うんこれも結構難しいんですよね。あの、脅迫性障害で周りを巻き込んでるってことですよね。家族を巻き込んでいて困っているということですね。通院させるにもなかなかさせられないしっていうことだねうん。入院とかに無理やり持っていくっていうのも家族の人間関係崩れるしということですよね。いや、これは結構難しいんだよね。うーん 精神科医の訪問診療とかがあればね、本当はいいんでしょうけど、なかなかね、そこまでなかったりしますよね。まあ、ちょっと調べてみるとね、地域によってはあるかもしれないっていうのが、まあ、一点ですね、一つ目は。あと、訪問看護、あと、家族相談、保健所に相談とか、地域によってはそういうね、相談窓口があったりしますし、どの相談窓口かわかんない場合は、あの、 市役所とかね、区役所とかが、ここに相談したらどうですかって教えてくれたりしますね。だからまあ、その地域によって使えるあのサービスが違ったりするので、でまあ,あ、一回相談するのがいいんじゃないかなと思いますね、うん。あとはその本人に病気のことを知ってもらうっていうのも大事なので、本人が一番苦しいですから、えー、この後はこういう病気だと思うから行ってみないって伝えていくってことも重要ですね。うん まあなかなか苦しいんですけどね。はい。